始まりました、 B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日。さあというわけで、本日は5月の7日ですね。ゴールデンウィーク終わりましたね。皆さんいかがでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、あるアイドルの特集をしようと思うんですけれども、はい、ちょっとアイドル特集をここで初めてするのであれば、ちょっとどうしてもまず初めにこのグループだっていう、ちょっと僕のあれがあって、僕なりのあれがあって、ちょっとそれを今日は特集していこうかなというふうに思います。本日の特集するアーティストはバンピー特集でございます。はい、というわけで、ちょっとこれからまずアイドルを語らせてくださいっていう、グループです。はい、私の人生に割と多大なる、影響を与えておるグループで、ございましてですね、このバンピーというグループ自体はですね、確か2009年に結成されて、で2014年に解散というわけで、5、6年ぐらいしか実は活動は自体はしてないんですけれども、はい、で僕が知ったのはですね、2020年か21年かそれくらいだから、もう解散して結構経ってるんですけど、なんか、見つけて、ああこれやばいなっていう感じで、まあそれは今日いろいろ語っていこうかなというふうに思います。これ今流れてるのがキスという、多分ねバンピーで一番人気というか有名というか一番すごいポピュラーな曲だと思います。これをね一番最初に聞いたんだ、このバンピーの中でこの曲を一番最初に聞いて、あこれはあやべえなって思った、なんか、こんなに音楽性がすごいもんだと思って なかったんですよ。まあそれをいろいろ今日語っていこうかなと思います。バンピーこの5、6年しか実は活動期間がないんですけれども、結構割と豊富なジャンルと言いますか、なんか曲調が結構ね豊富にあって、なんかすげえ面白いなと思うんです。というわけでね、だいたい僕は3つぐらいにこのバンピーのその活動期間をこう3つに分けてるんですけど、初期、中期、後期ぐらいに分けてるんですけど、初期は割と王道のポップス、アイドルのポップスで、中期がそのキスとかカラのプロデューサーさんとか手掛けたそのちょっと韓国寄りの、韓国寄りの K-POP 寄りの感じで、後期がですねまあそこからちょっと J-POP にまた昇華していった感じ、っていう風な感じで、そこからね初期中期後期と分けて、でまあ一曲ずつ流していこうかなという風に思ってます。では初期のバンピーの曲はね、ちょっとこれは僕のもう完全に趣味なんですけど、ワンエモーションっていう曲をちょっと持ってきました。これはねファーストアルバムじゃない、ファーストシングルのボイスっていう、まあこれもボイスもいい曲なんだけど、ちょっとワンエモーションがねちょっとあまりにも僕にとってはその良すぎて、全体的にすっごく可愛らしいんですけど、ちょっと今から流すんですけど、ちょっとよく聞いてほしいのが間奏部分のエレクトーンの部分、これがねちょっと本気出しすぎやわっていうそういう風な曲です。まあとりあえず聞いていただいていいですか。それじゃあ行きましょう。バンピーワンエモーション、 B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日。お聴きいただいている曲はバンピーワンエモーションでございます。なあえぐいやろ。これねこの感想のエレクトーンに聞いてドギモン抜かれたんですわ。なかなかえぐいリフやなと。なんかアイドルらしからぬいい意味で可愛くないぞみたいな、なんかもうテクニシャンの香りがすごいするエレクトーン、ここに俺ドギモン抜かれましたね。俺この曲は、あーこれはえぐいな、この曲好きやな、やっぱり。なんか
すごい、この時代も感じるし、この時代、この曲自体は2011年ぐらいなんですけどね、僕当時小学校3年生ぐらいなんですけど、ああこの曲超流行ったなとか、なんかうん、いっぱい思うとこある。うん、僕はこのその当時はね、バンピーのこと全然知らないんですけど、このバンピーについてのメンバーを多分まだ紹介してなかったな。うん、ちょっと引退されてる方も2人ぐらいおるんですけどね、あの、まあ、松山メアリさんとか、あ、桜庭ななみさんとか、あ、高槻沙羅さんとかっていう、あの女優さん、もう今も大活躍されてる女優さん、ね、あのなんですけどね、宮武美代さんと松里さん、あの姉妹はもう芸能界引退してるのかな、うん、っていうところなんですけどね。僕はこの、この中の一人のね、高槻沙羅さんっていうね、まあ、簡単に言えば、私の推しですわ。うん、で、ものすごい僕熱心に、実はこう見えて、お仕事っていうんですか、を熱心にしてたことがあって、もう3年前はすごくてですね、もうファンレターも多分2、3個ぐらい、2、3枚ぐらい、送ったことが実はあるんですけど、で、あまりにもちょっとハマりすぎて、ハマりすぎて、その、なんだろうな、どういう、思考回路でそこに行き着いたかわからんんですけど、高槻沙羅さんの曲を作ってみようじゃんっていう風になったんですよ。で、バカほど知識ないのに、その当時ね、その当時議論もましてビートも知らないような、なんかそんなもう、もう本当に何の手札もないようなやつがですね、いきなり曲をこう作りたいっつって、で作ってですね、でそれをまあ何の気なしになんかインスタかなんかに上げたんですよね。うん、そしたら本人からなんと、サラさんご本人からなんとコメントが来て、うん、いいねとコメントが来てですね、わあすごい聞いちゃいましたみたいな感じのコメントが来てですね、あ、これは調子乗りましたね。はい。でもね、もうこれがあまりにも僕嬉しすぎて、うわ、こんなことあるんやって思ったんですよ、その時。で、そこから、実はそこが割と原点なんじゃないかなと思いますね、僕のね、音楽活動のね。なんかこれで、あ、なんか面白いな、これってなって。曲を作るような、うん、なんかそういうのに気づかしてくれた人なんかなっていうふうには思いますね。うん、なんでまあはっきり言って多分高槻沙羅さんがいなければ多分今僕こんなに音楽やってないんじゃないかなって、うん、思いますね。うん、なんかほんまに原点みたいな人です。はい。というわけでですね、死ぬまでに一回はですね、直で会ってお礼は言うときたいっていう、そういう人の一人ですね。はい。というわけで、次の曲に行きたいなというふうに思います。次はですね、今のワンエモーションが僕にとっての初期の方かなと思うんですけど、次中期ね。中期はカラのプロデューサーが結構なんて言うんでしょう、彼のプロデューサーがプロデュースしたみたいな感じの時代になります。その中でも僕めっちゃ好きなんですよ。これはちょっと流させてください。ニューデイっていう曲になるんですけど、ちょっと準備しますね。あ、いけた。はい、まあじゃあとりあえず聴いてください。ニューデイって曲です。 B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、お聴きいただいている曲はバンピーニューデイでございます。私のYouTube チャンネルをもうこと細かくもう見ていただいてるファンの皆様はもうすでに見つけてると思うんですけど、この曲をカバーしてる若かりし頃の、若かりしって言ってももう 3、4年ぐらい前の僕が自分で作ったそのPV みたいなのがあって、うん、それでカバーして歌ってるみたいな、なんかもう今はね僕自身が恥ずかしくてあんま見れないんですけど、一応公開にしてるので、まあよかったらまあ気晴らしに見ていただければなというふうに思います。なんか異常に再生回数あるんだよな。なんか多分ね、もうすぐ多分2000回とか行くんだと思うわ。はい。それでですね、そのカバーをするにあたって、なんかフォロワーさんにこう伴奏をしていただいたりとか、
なんかフォロワーさんってその同じバンピーファンの方がいるんですけど、もう同志ですよね。いやもうそういう人となんかこういうのやろうって言ってなんかこうできたっていうのはやっぱり僕にとってはすごくありがたい経験だったなというふうに思います。その人ともオリジナル曲作ったりとかして、そのバンピーに関するオリジナル曲とか作ったりして、なんかそれで2曲ぐらい出してるんで、それもまあお聴きいただければなというふうに思います。さて、あんまり時間がないので、次の曲割とささっといこうかなというふうに、思いますが、次がですね、次後期だな。今中期のニューデイって曲をやったんですけど、僕にとってのバンピ後期に当たります。これは J-POP 寄りの曲なのかなっていうふうに僕は個人は思ってるんですけど、ロマンティックベイビーっていうメイビーっていう曲を、かけます。はい、まあとりあえず聴いてみましょう。めっちゃいい曲なんで。というわけでいきましょう。バンピロマンティックメイビー、B ジャンプサンセット細井カンタの気まぐれ火曜日、お聴きいただいている曲はバンピーロマンティックメイビーという曲でございます。なんかね、やっぱりこの曲はなんだろう、韻の踏み方が天才的やな。というかこの曲というかこの時期プロデュースをバンピーにしてた西寺豪太さんっていうプロデューサーが、音楽プロデューサーおるんですけど、僕この人めっちゃ好きで、結構この人自身もアーティストされてるんですけど、この人がカバーしてるのとかすんごいいい線ついてくるし、なんか僕と気が合うなってこれ、ね、俺何様やねんっていう感じになるけど、なんか俺だって気合うんちゃうかなと思ってるんですけどね。やっぱなんだろうな、そういう人が携わってた時期だからなのか、なんかものすごい自分のその波長に合う曲がこの後期にはめちゃくちゃ詰まってるなっていう風に思います。でバンピーはこの曲が含まれてるピンポイントっていうアルバムを最後に2014年に解散をします。でメンバーの2人はですね、宮武姉妹はですね、そこで芸能界を引退してしまうと。で、実は2024年そのバンピーが、解散をしてからなんと10年が経つんですね。もう10年が経とうとしております。なんかこうネットとか見よったらですね、なんかあるのではないかっていうこう期待されてるファンの方もよきおられるんですけれども、それぐらいねやっぱりね今でも根強い人気があるんです。このバンピーというグループはですね、今でもものすごく根強いファンがおられます。やっぱりそう、こういう形がなくなってからもですね、こうやって愛され続けるアイドルないしはアーティストってもうやっぱりねこれはすごいと思うんですよ僕。今でもそういうファンがおるっていうのは、やっぱりそれはやっぱりアーティストというかアイドルとして非常に嬉しいことなんではないかなというふうに思います。もちろん解散したのはもう大変残念なことではあるんですけど、それはそうなんですけどね。でもやっぱりこう、伝わっていってというか解散してからもやっぱり新たなファンって実は増えていくんだなと、僕みたいなね、僕みたいなのもそうですよ。解散してからですからね、解散してもう7、8年ぐらい経ってから新たに新規にファンになるっていう人もおるぐらいですからね。やっぱそこかな。で、このグループにたっては音楽性がとてつもないというか、彼女らのそれはもう彼女らもすごいと思うけど、バックにおるそのプロデューサーとかもやっぱこれはものすごくいいメンツというかそういうのがやっぱりあったんじゃないかなと思うんですよね。でなかったらこんなにいい曲ばっか作れねえよなって、本当は今日ね俺いっぱい流したい曲あったんだ。でも30分のこの中でやっぱり3曲かな、
あとね、もう、あと、ちょっと、これは口だけになっちゃうけど、ちょっと聞いといてほしいのが、恋はピンポイントっていう曲があって、これね、俺ね、これ、ロマンティックベイビー、メイビーと、その曲をどっちにしようかって迷ったんだけど、迷って結局、ロマンティックメイビーっていう曲にしたんだけど、恋はピンポイントっていう、ね、曲もすごいいい曲なので、これも聞いていただければな、というふうに思います。さあ、エンディング曲になりました。エンディング曲はバンピーの卒業までにという曲になります。なんかやっぱり、エンディングをかけるのであれば、この曲でなかったらあかんような気がして、なんかさよならに一番ふさわしい曲かなというふうに思います。この曲も大変人気ですね。まあというわけで、今日30分間まるまるバンピーをお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。今回の放送で初めてこのアイドルグループバンピーを知ったっていう方も非常に多いのではないかなというふうに思いますが、まあまあいろいろちょっと見てみてください。すごく面白いですよ。というわけで、B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、今週はこの辺で失礼しちゃいたいなというふうに思います。それでは皆様ありがとうございました。